違うな、みなりちん。ピーチビーチスプラッシュ。わあ、さすがしきちゃん、発音がかっこいい。語学の勉強を頑張っている証ですね。世界で活躍できる忍びになるのがしきちゃんの夢なんだもんね。まあね。あ、それよりも今は PBS のことだよ。簡単に言うと水着で水鉄砲大会だよね。どうすんの、ゆみちん。私の心なら決まっています。このような恥ずかしい大会には参加しません。そうなの？刺激が欲しいと言い出したのはゆみのはずですが。それはそうなのですが、物には限度というものがあります。 PBS は刺激が強すぎます。そんなのつまんない。私たちには立派な忍びになるという使命があります。このようなハレンチな大会に出ている時間はありません。うんうん、わかるよ、ユミチンの言ってることはさ。でも予選の1回戦くらい参加してみてもよくなくない？やってみたらほら、意外と忍びの修行になるかもだし、瞬発力とか上がっちゃう感じになったり。そうでしょうか。私には刺激が強すぎるように思えるのですが。それそれ、そういうこと。刺激が強いってことはさ、メンタル鍛えられるってことじゃん。なるほど、シキさんがそこまでおっしゃるのなら何事も経験と言いますし、試しに参加してみることにしましょう。やったー、マジエモいんだけど。ユミチン、ありがとね。はーい、ニノリ頑張っちゃうよ。参加するからには勝たないと。ここは本気でいきましょう。ああ、腕が鳴る。では始めましょう。ただし、あくまで刺激は控えめ、エッチなのは抑え気味に。お願いします。参ります。それはパーティーピーポーの略だよ。パリピパリピ。皆さん、これは修行の一環だということも忘れないでくださいね。
みのりこのまま PBS 続けたい。 Me too。 これって最高じゃん。我も続けていいと思う。水着姿で戦う少女たちの躍動感、この経験は漫画を描く際に役に立つ。皆さん、ユミ、実はわしも一回やってみたら、そのなんというか、胸がワクワクしたのですね。ええ、まあそうじゃ。そんなに申し訳なさそうに言うことはありません。私もやっていてとても楽しかったです。思いのほか体力や頭も使うことも分かりました。これなら忍びの修行にもなりそうです。ってことは P1 グランプリにこのまま参加していいんだね。はい、ただしエッチなのはほどほどに。これだけは守ってくださいね。ああ、決して成人向けにはせん。その一戦だけは死守してみせる。それでは皆さん、優勝を目指して頑張りましょう。おいっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。さて皆さん、参加するからには目指すは優勝です。うん、っていうことは優勝したなら何をもらうかを決めないとね。そんなものはいりません。辞退します。私たちは純粋に競技を楽しむために参加するのです。賞品なんてものがなくても問題ありません。もう真面目なんだから。まあいいじゃない、 PBS は楽しめるんだからさ。しかしこの PBS には今までの修行や経験があまり通用しません。ですからしっかり作戦を立てる必要があると思うのです。やっぱそうだよね。じゃなきゃ次の予選2回戦で敗退ってのもありえるし。優勝を狙うとなるとわしは少々不安です。ずっと拳でしか戦ってこなかったから銃の扱いが今一つつかめなくて。狙いを中心に捉え、引き金を絞るように引く。これが的にうまく当てるコツだ。漫画でそんな感じのことを読んだことがある。絞るように引く、どういう感覚なのでしょうか。絞るといえば乳じゃない。他に絞るものなんて思いつかないし。なるほど、乳を絞るように引き金を引くってことですか。みのり、牛さんのお乳絞ったことない。だからそんなこと言われてもわからないよ。私もです。どこかその辺に牛さんはいませんでしょうか。正確に感覚をつかんでおきたいですが。牛はいないが乳ならあるな。それはもしかして。あの理解はしましたけど、だとしたら一体誰のお乳を。みのりは夜桜ちゃんのがいい。賛成。なんか夜桜ちんって乳牛感あるし。ダメです、わしの乳は絞らせません。だいたい乳牛感とはなんじゃ。だが勝つためには絞らないと。ならみんな自分のを絞ればいいじゃろう。それで感覚をつかんで次の試合に生かす。これで決まり、十分じゃ。んじゃあそれぞれ自分のおっぱいを絞ってみようか。わかりました。これも勝つためですからね。もみもみもみむにゅぷにぷにふかふかって、こんなので感覚がつかめるのですか。いきます。さあいきますよ。5 4 3 2 1
はつかめましたか？どうでしょうか。自分ではよくわかりませんが、一回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、ミオリチ。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっか、ミオリ出したかったんだけどね。しい経験でしたが、勝てたので良かったです。わしの勝ちじゃ。やったね、みんな。乳を絞った甲斐があったね。そうですね。ですが、あまり大声で言わないように。人に聞かれたら恥ずかしすぎますから。さすがは月仙女学館の少女たちだね。素晴らしいチームワークだ。へへー、でしょでしょ。あたしらってすごいんだから。勝利のために己の乳を絞るとは、その貪欲さ、賞賛に値しますわ。ちょっとあれを見ていたのですか？ええ、もちろんです。あなたたちの勇姿はこの目に焼き付けました。ミスター K も焼き付けたかったんだけどね。見ようとしたらミス R に殴られちゃったよ。当たり前です。どうしても乳絞りが見たいのなら私が見せてあげます。それで我慢してください。え、あ、私は何を言っているのでしょう。まあそれはそれとして、ユーたちならきっと優勝争いに加われるはずさ。最後まで熱く激しく戦ってくれたまえ。そうですね、私たちの計画のためにも。計画？おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。ユーたちは無心に乳を絞って勝利を重ねてけばいいのさ。というわけでグッバイ。何だったのだ、あの二人は。わかりませんが、何か一波乱起きそうな予感がします。でもさ、何があってもノープロッシャー。みんなとっても強いんだから、どんな問題でも乗り越えていけるって。え、そうですね。うん、だから私がいなくても大丈夫。四季さん、今の言葉はどういう意味ですか？え？なんでもない、なんでもないから。そろそろ次の試合の準備しなきゃだよ。ほらほら、急いで。四季さん、どうしたのでしょうか？どうしたのですか、ユミ？いえ、少し気になることがあって。ミスター K たちが言っていた計画のことですか？ええ、そのことも気になるのですが、実は四季さんの様子が。様子？ユミチン、夜桜チン、こんなところで何を話してるの？そろそろ予選3回戦始まるよ。いえ、何でもありません。っていうかさ、あのミスター K とミス R って超怪しくない？そうですね、何かの計画に私たちが利用されている、そんな可能性も考える必要はあります。じゃあ PBS はやめちゃうの？いえ、 PBS の参加は続けるつもりです。もしその計画が危険なものならば、私たちが阻止しないとなりませんし。だね。でも
ミスター K とミス R って悪いことをしそうな感じはしないけどね。変態っぽいだけで。私もそうは思いますが、注意はしておいた方がいいですね。オッケー、任せて。じゃあそのことをみんなにも伝えておくね。いつもの式と変わらない。いや、いつもよりテンション高めな感じがしますけど。そうですね、私の思い過ごしならいいのですが。何か別の目的があるのでしょうか。やってることは完全にふざけてるのですが。わかった、みのり、 PBS の本当の目的がわかったよ。へえ、教えてくれ。これはきっとみんなで一体一緒に遊んで仲良くなろうってことなんだよ。それなら隠す必要はないですね。なのでしょうか。楽しかった。やったやった、順調に勝ち進んでるね。喜びのハグだよ、ムラッチ。うにゅあ、我のお面が。水着姿というだけでもこっぱずかしいのに、その上我のどうしようもない素顔なんかもこのお天道様の元で晒しちゃったら、我はもう穴でもドブでもすぐに入りたい。見ないで見ないで見ないでください、どうかお願いします。誰か我のお面を取ってくれたら嬉しいですけど。嫌ですよね、そんな我の汗やら何やらが染みついたお面を手に。ムラッチ、ちょっと落ち着きなってば。お面ならほらそこに。へーはー、落とし物はこれかな。キューティクルレディ、粋でいなせなマスクをフォーユー。感謝する。あらら、でもやっぱり隠しちゃうのかい。せっかくのビューティーがもったいない。愛と優の間には隠し事なんてノンノンだよ。隠し事ならノンノンですか。ならばお話ししていただきましょう。この P1 グランプリの真の目的を。あはは、いたたたたたた、そいつは痛いところを疲れちゃったぜ。どうしたものだろうミス R。 どうしてそんなにアングリーフェイス。そんな顔してちゃミーの手汗がどんどんストップだよ。村雲にはビューティーとか言ってあげるんですね。私は言ってもらったことないのに。え、そういうこと。それはだってほらその。年齢の問題ですか。はっきり言ってください。その方が私もすっきりします。年齢など問題ではない。君はいくつになっても美しい。そして。そして。いや、今はよそ。こんなふざけた格好で言うことではない。だが、その時が来たら必ず。
キリア先生、いや、ミスター K。 あの、私たちお邪魔のようですね。あっと失礼、退散するのはミーたちの方だ。さあミス R、 一緒にレッツドロン。はい、どこまでもお供させていただきます。何だったのでしょうか。結局何も聞き出せませんでした。今度会った時に聞けばいいっしょ。さあ次の試合の準備をしよう。あ、しきちゃん落とし物だよ。ちょっと後で渡せばいいか。ん、これ手紙。みのりさん、どうかされたのですか。ううん、みのりなんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか。なんでわかったの。一人でこっそりおやつを食べたとか。みのりちんは食いしん坊だからな。うん、そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。ありゃ、いつもと反応が違うし。みのりちん、マジで隠し事？大丈夫だから。みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかなって現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか。我らも舐められたものだな。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。だから少しでも練習したいんです。その気持ちはわからんでもないが、大会とは関係ない試合に付き合わされる身にもなれ。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは皆さんにも原因があるんですから。そうか、それは悪いことをしたな。いえいえ、商売繁盛なのは感謝感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというならお付き合いしましょう。ですが、手加減はしませんよ。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃ、あやめ、毎日飲んじゃいます。行っちゃうよ。よし、やっちゃうよ。ゴー4321 Here we go。 みのりさん、元気がないですね。ええ、みのりのあんな顔を見るのは初めてです。何か悩みでもあるのだろうか。半蔵の選抜メンバーでこそありませんが、その実力は確かにものです。ええ、一瞬たりとも油断はできない。ええですね。いきますよ。発明家のそっくりのこの具足で。
悔しいですけど、すっごく楽しかったです。皆さんのチームワークも素敵でした。それを言われるのが一番嬉しいかも。サンキュー、あやめちん。これで慣れますかね。慣れるって何がですか。友です。友、どこかで聞いたことがあるような響きですが。アスカ先輩とホムラちゃんをはじめとして、皆さんは戦っているうちに友という関係になる。違いますか。どうなんでしょうか。私、購買部で一人ずっと思っていたんです。皆さんと友になりたいって。友じゃなくても普通の友達でいいのではないですか。もちろんです。普通の友達も大歓迎です。これからもよろしくお願いしますね。さて、次の会場はこの辺りだね。あのね、しきちゃん。ん？何、みのりちん。しきちゃん、みのりたちに隠してることあるよね。なんでそう思うのかな。だってちょっと何なのよ。今の音やばくない。しきちゃん、向こう見て、なんか燃えてるよ。ヘイ、キュートな子猫ちゃんたち、ちょっとヤバめのハプニングだ。大会とは関係ないが、協力してくれると助かるぜ。みんなで協力してファイヤーを消火しちゃってくれ。ただし、消すのはあくまで会場の火だ。心で燃え上がるラブファイヤーは鎮火しちゃダメだぞ。何言ってるんだかわかんないけど、火を消さなきゃヤバいのは間違いないね。行こう、みのりちん。すきちゃん。ごめんね、みのりちん。隠し事のことなら後でちゃんと話すから。今はマジで消火活動だよ。うん。急いで消すとしよう。我の面が燃えてしまったら大変だ。もっとサービスカット。放つというのはやりすぎではありませんか。いや、私はやっていない。私はね。でもやりすぎくらいが気持ちいい。それが BBS イエス。友達には嘘はつきたくない。だからはっきり言うね。うん、
私はみんなに隠し事をしてる。でもね、詳しい話をするのはもう少し待ってくれないかな。まだ私的に覚悟ができてなくて。わかった、しきちゃんがそう言うならもう何も聞かないよ。あとこれ返すね。そっか、この手紙を拾ったから気づいちゃったんだね。うん、封は開けてないけど送り主の名前が書いてあったから。みんなに黙ってくれててありがとう。そんなお礼はいらないよ。みのりはただ、ほらほら、使命っぽくならないのね。今は試合を楽しんで勝とうよ。負けたらそこで一緒に戦えるのは最後になるかもだし。しきちゃん、次はいよいよ予選4回戦ですね。みんなガチで勝とうね。私まだまだ PBS を続けたいし。シキはすっかり PBS が気に入ったようだな。っていうかみんなと一緒ならさ、何をやってても面白いよね。本当にこんな時間が永遠に続けばいいのにな。シキさん、私何言ってるんだろう。ネバーマインド。話してください、何もかも。ユミチン、隠し事をするなとは言いません。ですがそれでシキさんが苦しんでいるのなら、私たちに悩みを分けてください。悩みを分ける？そうです、悲しいことも嬉しいこともみんなで。黒影おじい様を亡くしてから私たちはずっとそうやってきたではないですか。黒影様、うん、わかったよ。次の試合が終わったらちゃんと話すね。はい、ありがとうございます、シキさん。参ります。それでは参りましょう。5、4、3、2、1、 PBS。 本当は大会が終わるまでは黙ってようと思ったんだけどな。ごめんなさい、ですがもう放ってはおけなかったのです。ううん、いいんだよ。ユミチンが同じように悩んでいたら私も放っておけないと思うから。シキさん、盛り上がってきたわ。もちろん勝つのは私だ。みんなここは絶対に勝とうね。ここで負けちゃったら私。事情は分かりません。しかしシキさんがそう望むならば、私たちは絶対に勝ちます。もともと負ける気もないかな。みんな絶対に勝って PBS を続けよう。Good job!
ひどいことするわね。グッジョブ。プリいただけますか。うん、あのね、これを読んでくれるかな。これは四季さんへの手紙でしょうか。差出人はこれはインターナショナル忍びスクール。中身を確認してもいい？うん、いいよ。そう、そういうことなんだよね。みのり、何と書いてあるのですか？無理、英語ばっかりでよくわかんないよ。でも読めなくてもどういうことかはわかるよ。しきちゃんずっと言ってたもん、世界で活躍する忍びになりたいって。だから海外の忍び学校から手紙が来たってことは。うん、私スカウトされちった、海外の忍び学校からさ。では四季さんは月仙を去るつもりなのですか？うん、どうしたものだろうか。四季にかける言葉が見つからん。情けないことにわしも同じです。本来ならば祝ってあげるのが筋なのでしょうが。うん、しきちゃんの夢が叶うのは嬉しいけど、しきちゃんと離れなきゃなのは嫌だもん。次に行われる最終予選に勝てばいよいよ準決勝に進めるというのに。それどころではないな、ゆみちん。正直に言うとね、私もまだ迷ってるの。世界で活躍する忍び、スーパー忍者になれって私は黒影様に託された。知っています。四季さんは寝る間も惜しんで語学の勉強をしていましたから。うん、それで海外の忍び学校とやり取りをしていたら私のことを認めてくれたみたいなの。四季さんの努力や思いが認められた、本当に喜ばしいことだと思います。ありがとう。私も最初は嬉しくて小躍りしちゃったよ。でもさ、夢への第一歩はみんなとの別れでもあるってことで、それに気づいた時私はどうしたらいいかわからなくなっちゃった。四季さん。ねえみんな、私みんなを困らせてもいい？私の思いを吐き出してもいいかな？はい、もちろんです。私どうしたらいいんだろう。全然わからないよ。どれだけ考えても答えがわからない。だってみんなと夢のどっちかなんて
私は選べないもん。ねえユミチ、お願い教えて。私はどうしたらいいの？四季さん、こんな状態で試合をしなければいけないのか。正直うまく集中できません。ダメだよ、ここで負けたら P1 グランプリが悲しい思い出になっちゃうもん。そうですね、気の抜けたまま負ければそれは必ず後悔につながります。ああ、ここは必ず勝とう。仲間が立てぬ時は我らが立つ。やるぞ。恥ずかしいです。オーシュッ、出番です。ダメだじゃん、やっぱり敵の少ない今がチャンス。みんな、ありがとう。迷惑かけて、ごめんね。そうだ、祈り。二人とも、黙ったままだね。ユミも苦しんでいるのです。四季の身になって、四季と同じように。我らも四季の身になって考えよう。たとえそれが苦しく答えの出ない悩みだとしても、我らは仲間なのだから。うん。あのさ、本当にごめん。私のせいで悩ませちゃってるよね。構いません。仲間のことで悩ますに、いつ悩むというのですか。ありがとう。ありがとうだなんて、私はまだ四季さんに何も言えていないのですから。それでもありがとうだよ、ユミチンにもみんなにも。だってこうやって一緒に悩んでくれるんだからさ。そんなみんながいてくれて、私本当に幸せだよ。四季さん、次はもう準決勝だね。やっぱり決戦はすごいよ。ここまで勝ち進んでこれたんだからさ。そうですね、検討していると思います。ですが、とりあえず私のことはいいからさ、優勝するまでは試合に集中しようよ。せっかくここまで来れたんだもん。
その通りだ、決戦ガールズたち、君たちの実力はリアルだね。疑いようもないよ。悩み、苦しみ、傷つき、それでもあなたたちはここまでやってきた。本当によく頑張ったわね。でもね、本当言うと今みのりたちは PBS どころじゃないの。 I know。 君たちがなぜ悩んでいるのかは知っている。しっかりと聞き耳を立てていたからね。だがそれは立ち止まる理由にはならないな。むしろ進むべき力になっちゃうんじゃないかい。進むべき力ですか。ユーたちは今まで共に困難を乗り越えることで絆を強めてきたはずだ。今回だって同じさ。進めば絆の力はさらに強まる。だからこそ困るのではないか。絆が強まれば強まるほど、夢を、別れを選択しづらくなる。確かにそうかもしれないな。しかし人生とは選択の連続だ。この青春の選択はユーたちにとって辛いものかもしれない。でも考えてみるがいい。ユーたちの人生にはこれからもいろんな選択が待っているはずだ。もっと難しく過酷な選択が待っているかもしれない。それでも何かを選び、何かを捨てて、人は前に進んでいくのさ。わかるかい？人はそれを成長と呼ぶんだ。成長。ははは。ならばどうする。私、最後まで戦い抜いてちゃんと答えを出すよ。前に進むために。オッケーオッケー。そうと決まれば即実行。さあ準決勝の始まりだ。いっちゃうよ。さあ行くよ。レッツスプラッシュ。5 4 3 2 1。 PBS この道を進めば、この先もっと辛いことが待ってるかもしれません。ですが立ち止まるわけにはいきませんね。シキ、お前は大丈夫なのか。もちろんまだ迷ってるけどね。夢を選ぶか、それとも。でも選ばなくちゃいけないのは分かってるからさ。いつも高かったのに。リーディングいいんじゃねえ。やられちまった。部長、面白そうじゃん。やられちまった。
上は残念。スプラッシュ、敵が減ってるわよ。進まなきゃダメだよね。それが自分の生きる道なんだからさ。うまくいったし。P1 グランプリを最後まで戦い抜いたら、私はちゃんと選ぶことができると思う。四季さんがそう決めたのなら、私たちは全力で優勝を目指すのみです。頑張りましょう、最後まで。うん。月戦の生徒たちが戦いを放棄する危険は回避されたようだな。これで大会は続く。忍びのエネルギーはさらに集まることだろう。私はほんの少し背中を押しただけ。たとえ道の先に困難が待ち構えていたとしても、彼女たちなら歩み続けると確信していました。あの黒影様が育てた子供たちですから。もうよい、下がれ。は。逆だな。道の先に恐ろしい困難が待っているのならば、歩みを止めればいいのだ。あらゆる可能性を絶った楽園の中でな。さあ、いよいよ決勝戦です。これに勝てば優勝ですね。驚きだよ。こんなハレンチな大会なのに、お堅いお前たちが決勝まで勝ち進むとはね。実は隠れハレンチだったというわけか。ついに正体を現したな。バカね、イム。その言い方だと劉備たちまでハレンチになっちゃうじゃない。ハレンチだけどね、リョーナちゃんたちは。あんたと一緒にするな、このバカ犬。決戦の相手はヘビジョですか。これはますます負けられませんね。いいや、勝負は始まる前にすでについている。見よ、この雅の完璧なボディを。これを前にしても勝負をする気になるかい。相変わらず雅バカなのだな。なんだと村雲、雅をバカって言ったら僕が許さないぞ。クレイジー。すまんな、お前たち。イムは決勝を前に興奮しすぎてしまっているようだ。はい。だが覚悟しておけ。優勝するのは私たちだ。何だったんだろう今の。みのりちん、しきちゃんは優勝したらどうするか決めちゃうんだよね。海外の忍び学校に行くか、決戦に残るか。そうだね、優勝できたら決められると思う。じゃあ、みのりも覚悟するね。チキちゃんがどんな決断しても泣かない。約束するよ。我慢できるかな。できるもん。みのりだって優勝して強くなるんだもん。そうだな、我らも強くならねばな。シキよ、我は面を外した状態でお前の決意を受け止めよう。いいよ、ムラッチ。そんな無理しなくて。シキ、あなたがどんな決断をしても、わしたちは必ずあなたを応援します。月戦に残るのならば、また違う方法でシキが夢を叶えられる道を一緒に探します。海外の忍び学校に行くと決めたのなら、荷造りを手伝ってあげますよ。シキはよく忘れ物をしますからね。わしがチェックしないと安心できません。それすごく助かっちゃうな。ありがとね、夜桜ちん。皆さん、
そろそろ始まるようです。準備はできていますか？おう！では、行きましょう。参ります。レッツプレッシュ。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。4 3 2 1、レッツスプレッシュ。勝って優勝しますよ、皆さん。いいや、優勝するのは僕たちの方だ。そして祝勝会でみやびと楽しいひとときを。ダメ、今回私だけは祈りたちを負けられないの。スキちゃんのためにも。祈りち、なみなみならぬ覚悟がにじみ出てる。これは面白い戦いになりそうだ。わしたち月戦女学館の力思い知っていただきますよ。私たちの優勝です。皆さん、やりましたね。うんうん、やっぱり私たちは最強のチームだよ。試合をしている最中もずっと感じてたもん。こんな信頼し合える仲間はさ、世界中のどこを探してもいないんだろうなって。四季さん、 P1 グランプリの間、私ずっと楽しかった。ずっとずっと楽しかった。こんなに楽しい時間を過ごしてたらみんなと離れるなんてできっこないよ。でも
私には夢がある。世界で活躍するスーパー忍者になるっていう夢が。だから私はしきちゃんの決断やいかに。続きは CM の後で。ドンメッセッジ。ミスター K さん、さすがに怒りますよ。そうですね、絶秘伝忍法を叩き込みましょう。私だって君たちの邪魔はしたくない。だけど運営からの指示で仕方がなかったのさ。どういうことなのですか。私塾月仙女学館のみんな、優勝おめでとう。だが君たちにはもう一戦戦ってもらう。相手はこの私と、このミス R よ。私は別に戦ってもいいかな。みんなとの思い出がもう一つ作れるしさ。確かにそうですね。ならばお相手いたしましょう。ミスター K、 あなた方と戦うのは了承しました。しかしその前にお聞きしたいことがあります。君のことは何でも分かってるさ。PBS の真の目的についてだね。この知りたがりちゃんめ。優勝したら教えてくれるとの約束でした。聞かせてもらえますよね。 OKOK、 それじゃあちゃちゃっと説明しよう。忍びの素質ある者が水着姿でびっちょびちょ、水鉄砲を片手にぐっちょぐちょ。そんなびちょぐちょっ子たちが戦えば、この地に集まる忍びのエネルギー、それが PBS の真の目的なのよね。忍びのエネルギーを集めるのが目的。なぜそんなことが必要なのですか。真の復活を遅らせるため。少なくとも私はそう聞いている。そんな大事なことはこんなふざけた大会でやっていたのですか。だってせっかくなら楽しい方がいいじゃない。君たち普段は過酷な修行したんだから、思い出作りって大切でしょ。私たち二人からあなたたちへのラブ&ピースの気持ちよ、受け取ってちょうだいね。確かに楽しい思い出にはなったよね。でも残念ながら忍びのエネルギーがちょっち足りないのさ。だから君たちと私たちが戦うってわけ。そういう理由があるのならば、こちらも真剣に戦わなくてはならないな。そうそう、本気でかかってきなよ。私たちも超本気でやっちゃうからさ。だってこれは私とミスター K の素敵な思い出にもなるんだから。では早速参りましょうかね、シキさん。うん、やろうやろう。私たち決戦の力をとくとご覧あれ。行くぜ、ジェット系。行くわよ、ジェット R。 祈りに任せて。TBS の本気を見せてやる。5、4、3、2、1、 Here we go。 ミスター K さんとミス R さんの正体は言うまでもなく分かっていると思いますが。もちろん分かってるって。油断できないよね。せっかくここまで来たんだから絶対優勝だよね。ああ、帰ったら優勝パーティーだ。ええ、パ
パーティーの料理はわしが腕を振るいます。楽しみ。
ラスト巻きです。最後の戦いも勝利しました。これが月戦の力です。楽しかった。どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユウたちには感謝している。だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はこれで去るとしよう。あなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしても、その絆が消えることはないわ。そうだよ、私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。ええ、そうですね。それじゃあしきちゃんは。ちょっと待て。はい、どうぞ。決めた。私海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季の夢への第一歩ですね。でもね、私自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。え、最後まで PBS をやってわかったんだ。ユミチン、夜桜チン、ムラッチ、ミノリチン、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとして負けたくないって思ったの。だから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない、みんなと一緒に一人前の忍びになること。それはどこに行っても変わらないから。みのり、泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。みのりは、しきちゃんが決めたことを応援するよ。頑張れ、しきちゃん、頑張れ。ありがとね、みのりちん。でもね、今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。っていうか月戦の卒業後に行く可能性もあるし。卒業後でもお別れはお別れだもん。海外じゃ遠くてすぐに会えないじゃん。でも応援するけど。明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。オッケー。というかさ、今すぐに行けない理由はまだみんなとやり残してることがあるからなんだよね。やり残していること？決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。だからさ、帰ろうよ、私たちの決戦に。それでド派手なパーティータイムと行こうよ。うん、そうですね。デカ盛りはわしに任せてください。それではみんなで思い切り楽しみましょう。